皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード RE4、製品版ですね。いよいよやっていきたいと思います。で、オプション関係はいじり終わったので、このままメインストーリーをやっていきます。ちなみに音声英語で日本語の字幕表記でやっていこうかなと思います。確か最初のねバイオ4はそれだったと思うんで、一応それに沿ってやっていきます。まあ、2週目とかでね、日本語バージョンとかもやっていければなと思いまして、ゲームモードはだからまあ最初はスタンダードでいいでしょう。お、これは新しいシーンだね。痛々しい。September 30th, 1998. It's a day I'll never forget. The cop inside me died that day. And that night, Raccoon City was wiped out, thanks to the bioweapons created by Umbrella. Somehow I made it out, but too many others weren't so lucky. I was asked later to join a top secret government program. Not that I had a choice.Training, punishing missions nearly killed me. But at least I kept my mind off everything. If I could just forget what happened that night, the pain, even for a second, this time it can be different. It has to.めっちゃコントローラー振動してる。車の振動っていう意味かな。 So tell me, Yankee. Why did you come to this horrible place? As close to nowhere that I've ever seen. Let's just say, looking for someone. That someone must be very important, huh? The chief gave the orders himself. Help him, he said. I'm sure your boys didn't come all the way out here to roast marshmallows. Maybe you did.You have a strange sense of humor. I'm gonna let you in on a little secret. Just between us. A lot of people have gone missing around here. And it's been that way for a while now. Well then, it should be just another day in the office, right? I mean, last week there was a search for some missing hikers. I'm sure you'll do your best to help me. 捜索をして結局見つかったのっていう。絶対見つかってないでしょ。飲みすぎて酒飲んで仕事してんの警察が。You smoke? Vaya sitio más tétricoなんかあの水たまり自分のションベンも混じってそうだよね。He sure is taking his time.
Did he fall in? Maybe you better go and take a look. Well, what's the car? Wouldn't want to get a parking ticket. So much for helping me. いいよね。名言。泣けるぜ。じゃあここから動かせますね。チャプター1。警官を探す。ここら辺は走って行こう。How far could he have gone? あ、あったね。体験版でもあったね。まあ、サクサク先へ行きましょう。で、しゃがむ。コントローラーの設定は書いてあるんだよね。で、家の中に入って、まあ、特に何もないのは知ってるけど、まあ見ていきましょう。裁きは来たれり。あ、ファイルには追加されるんだ。すげえボロボロだよなこの家、本当に。まあもはやそんなの気にしないんだろうな。で、ここは鍵がないと開けられません。で、なんか書いてあるけど読めません。Sorry to barge in like this. Busco a un policía. Vino aquí. Excuse me, sir? じゃないね。ここは変わってる。鍵。あれ、これなんかある。あ、怒ってるんだ。ここに警察手帳。国家警察マリオ・フェルナンデス・カスタニョ巡査。普通だな。しかも持ってかないんだ。おお、先へ行こう。この警察官殺してなんか何かをしようとしたのかな。これも別に読めない。あ、ネズミが走っていった。やられている。I read you.
emergency situation. What the hell's going on? マップ更新。小屋から脱出する。構える。撃つ。What was that?来るか、どこから来るっけ。あ、来た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 。No fucking way. 足のな、こいつ結構耐久高いんだよな。なんか普通の住人に比べてナイフ使っちゃうけど、足やればさ結構ひるんだんだけどさ。 This just keeps getting worse. 一発じゃひるまない、どうしてもダメージを受けてしまう。一応しゃがんでいこう。見つからないっけ。ちょっと順路で行こう、おとなしく。お、ハーブゲット。こっち側にはなさそうってかも。いや、立ってこう。これはなんか読み物はないね。Bruce, this is Condor One. Hunnigan here. What's your sit rep? The president's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are...Gotta go. Talk later. I'll let myself out.発砲許可はくれないの？飛び降りるほどではないんだよね、こいつら。やっぱり来んのかな、ここで待ってたら。てか弾がね、弾を回収したい。ナイフがね、ちょっと有限っていうところが今回なかなかミソだよね。そんなサク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 ナイフだけで敵を倒すっていうのが。一発使っちゃう、使っちゃおう。例によってカラスは犠牲になっていただく。ガンパウダーで、ここは、あ、勝手に蹴ってくれんだ。よしよしよし。追っかけてくんのか、あいつら。でもここってタイプライターのセーブ地点だからね、この中にまでは入ってこない気はするけど、セーブしておこう。装備の入れ替え、ケースのカスタマイズ。あ、セーブしかやることないから、カチャカチャカチャと。で、先へ進みましょう。で、ここら辺からカラス2匹は無理。で、回収します。ガンパウダーが多いね。しゃがんであっちに行けるけど、あれ、こっちはこっちでなんかあったっけ。あ、ここなんか、そうそうそう、ハンドガンの弾だよね。あ、それでこのままこう出てくるのか。ちょっと待って待って、これ罠だよね、あれ。
一発無駄にしたか。ちょっと慎重に行かないと。ちょっと突撃が早い。いって突き刺さった。待って頭で命令。ちょっと待って、命令ができない。倒した金。いっていっていって、もう死にそうだよ。やばいやばいやばい。救急スプレー使おうか。ちょっとぶれんな。いや来てる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 。ちょっと待って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 。いやマジで、なんかくれ。 R2 これか。これナイフどれくらい、もう3分の4、ちょっと半分近くにいってんな。なんかいってって感じになってんだけど。あ、ここか。しまった。Damn it. で、こっちはいるんだよね。頭、命令、からのナイフ。で、ハンドガン。よし、これはプラスだな。で、ハーブなんか取って、ハンドガン取って、先行手榴弾取って、だから敵をどれだけスルーするかだよね。全部倒してると、多分キリがないから、特に広場とかは。なんか怒ってきた。ここをどう攻略するのが効率いいのか。警官がやられている。燃やされた。あそこに鶏がいるね。鶏卵落とすからね。裏から行こう。どっから籠城戦の始まりなのか。これ毎回毎回ちょっと気になるんだよな、出るやつ。これ何、あ、2人で登れるよってことか。アシュリーがいたら多分これ上登れんだな。そういうことか。あれまたここ戻ってきたっけ。戻ってきた気もするな。まだ見つかってない。後ろからさ、これいける？なんか出てくる？アルツ黙ってろ。ガンパウダー回収できるの？回収した。お静かにやったか。ガンパウダーってガンパウダーだけでどうにかなったっけ。すまん、犠牲になってくれ。卵落とさない。悲しい。ん、大丈夫か。壁に張り付いてなんとかっていうのができないからな。見つかったらもう終わり。この中入れる。お、アイテム。素材 S ってなんだ。まあなんかと組み合わせんのか。少しクラフト見てみようか。じゃあ素材とガンパウダー、ナイフ組み合わせてクラフトができ、あ、素材がないとやっぱダメ。クラフト、あーなるほどね。ガンパウダー素材、これはガンパウダー、え、ガンパウダー5個も必要なの？ハンドガンの弾10個作るのに。結構気軽に作れるもんじゃないな。さあどう攻めようか。あ、見つかる。あ、見つかった。やるしかない。おーおーおーおおお、まずは恒例のここ。ガチャ
当はここの家をもうちょっと細かく見たいんだけどね。チェーンソーマン倒したいけど余裕あるかな。一貫戦武器が少ないからな。日頃の行いここら辺にはない。これはどうすんの。ホールドか。よいしょ。待て、これいける。回収回収回収だな。救急スプレーもある。ここ入ってこられたらちょっとかなり危険だから。ゲッ、来やがった。早い。これ回収、ショットガンで手榴弾、こっちから飛び出したい。このはしごをちょっと蹴り落としたいんだよな。あれ蹴り落とせない。あ、来た来た、待って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 、あっ、いった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 、いきなりやられたわ。いや、めっちゃ貫かれてる。やりましょう、チェーンソーマン。パリーが出たけどね、 L1 か。こっからこれでもさ、見ないと燃やされないのかな。ちょっとアイテムは回収したいんで、まずあの女の人は後ろから殺害してアイテム回収していきたいと思います。気づかれないように。でも鶏くんは何も落とさないから、 R2 半分くらいになってんな、ナイフの耐久度が。ってかね、でここ入りたい。ってかね、変わってんな。でもここは行こう。で1階でアイテムを回収して2階へ移って、手榴弾の使いどころだよね。チェーンソー巻き込みたい。ちょっとまだね、操作方法がいろいろ戸惑うんで、これはもうホールド。でここら辺はもうがっつり回収するでしょ。さてチェーンソーで切り裂いてたな今。で手榴弾、一回ちょっと広場に集めて、敵を集約させたいよな。あいつは登ってくるか、左から来るか。あ、来てる来てる来てる。で、あの牛を突っ込ませたい。だからチェーンソーに。いや無理か。けっ。こいつは無理か。燃えろ一緒に。素材。いった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 。ハーブがあったな。ちょっと待って待って、あ、やべえ、剥がれ締めされた。おお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 。脱出。消えろ。こいつら結構動き回るからな。やはり逃げ回るしかないか。ここ入ってガチャってできねえし。毒な家じゃねえな。さて、いった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 。熱、もうちょっとナイフ使うしかない。ターン上に登って、いやこれ襲撃かなり厳しいんだけど、救急スプレーは
あれだしな。これで前回までは回復してるか。確か体力も上昇値増やせる。おお、投げてきてる。これは逃げ回るしかないな。倒せん。しかも後ろ危なかったし、カマが来て。だって銃弾無駄にしたくないしさ。いって、あ、罠仕掛けてやがるこいつ。自分は引っかかんないのかな。ナイフの耐久値か。です。あ、こっち行けねえじゃん。消えよう。あ、ナイフ使えねえ。やばいやばいやばい、ナイフ使えないのはもうやばいよ。結構耐久力低いよナイフ。マジですか。ひたすら走るしかないもん。マラソンだ。銃弾がだってもう10発10発でしょ。でこっちには逃げられないの。ちなみに、あ、閉まってる、やばい。しかし後ろから気にする必要はない。ない、ちょっと待って。とはいえさ、命令蹴れる。ちょっと待って、遅かった。ほらほら、ちょっと体重高すぎだろこいつ。一発しかない。もう下手榴弾買おう。ケリータフすぎでしょ。痛い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 。足狙って顔狙って蹴って、ちょっと逃げる。無理だ。マジか。でもここにさ、弾全部回収してここに誘い込んでぶっ倒すっていうのはありかもしんない。ちょっとそこまでやろう。ひどい。やっぱり逃げ回ろう。いやー、やっと鐘が鳴ったよ。銃は構えらんない。めちゃくちゃきつかった。チェーンソーは結局倒せずじまいで仕方がない。弾はだいぶ節約になった。ショットガン何発か使ったけど。ビンゴ。警官燃えてる。疲れたぜ。という感じで、まあ最初はね、体験版と同じ流れになりましたけど、ハニガンから連絡があった。
Windmill. Copy that. 卵欲しい。遮る。というわけで、じゃあアイテム見ながら、あ、ここそうか、2人で登らないといけないところか、そういうことね。ちょっとアイテムを回収してから、次回やっていこうと思います。バイオハザード RE4 結構難しくなってる、てか敵の動きがもうめちゃくちゃ複雑になってるんで、一筋縄ではいかない感じですね。というわけで、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。